皆さんこんにちは、メイホビチャンネルのメイタニクです。どうぞよろしくお願いします。本日は多肉棚 DIY 大作戦ボリューム5、特大多肉棚を作るです。何回かに分けてお送りするとは思いますが、やっていきたいと思います。これまでの動画で3作品棚を作ってきましたけど、まだまだ初心者です。ツッコミどころ満載だと思いますが、応援よろしくお願いします。はい、なんとなく頭には思い描いていますが、設計図とかは描けていません。なので今回は木材も適当に買って現場合わせで作っていきたいなと思っております。はい、今回の作業計画を立てました。ミッション1から11としていまして、順番に上からこなしていきたいと思います。こなしたらチェック入れていきますね。で、今日したいのは5ぐらいまでです。はい、1、軽トラで木材を調達する。軽トラ私運転できませんので主人にお願いして、主人のおじいちゃんとおばあちゃんの軽トラを借りたいと思います。はい、2、縦の柱をネジで留める。3、縦の柱を塗装する。色はアイボリーかミルキーホワイト、どっちかで迷ってます。屋根の木材をカット&塗装、屋根を作る。ここまでできたら嬉しいなと思います。はい、では主人が寝ていますので今から起こしに行きたいと思います。はい、ではできます。
しれない。